どうも、長谷川修美です。ジャパンビーチバレーボールツアー第5戦、マイナビ青森大会、たくさんの応援ありがとうございました。振り返り動画をね、撮っていきたいと思います。結果は皆さんご存知かと思うんですけど、1回戦で白鳥倉坂に敗退ということで、大会を終えました。配信の方では、いろいろ振り返ったんですけど、まあ、重複しちゃうかもしれないんですけど、配信見てないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、今思ってることだったり、 配信終わっったたた後に、ね、僕が振り返ったことと話していきたいと思いき思ます、まあ、何から話そうか悩むんですけど、まあ、一番思ってるのは、まあ、僕のファンはね僕があの転校してきた勝つ方と組んで勝つことを期待してくれたと思うんですけど、まあ、大方の大衆は、まあ、とはいえやっぱ転校して勝つのは難しいかなと思ってる中のゲームであのしっかり大衆の期待に応えてしまう結果になったことがねただただ悔しいですね。 分かってたんですよその勝負難しいのは。まあ、とはいえ、まあ、チームと相談して、まあ、新しい挑戦をしようということでやってみたんですけど、まあ、結果が、まあ、伴わなくて、まあ、自分の力不足を感じる結果になりましたし、まあ、悔しいし、まあ、情けないという思いが強いですねだ,だから、まあ、今も今日水曜日の朝なんですけど。 未だに引きずっておりますね <laughs> 引きずってるって言ったらなんかネガティブなんですけども悔しい思いはまあどの試合負けてもね悔しい思いは続いてるんで変わらないんですけどやっぱ悔しいしやっぱ勝ちたいなっていう思いがまあずっと続いて日々過ごしておりますま。試合の話なんですけどまあ試合の中身っていうよりかはまあやっぱり準備の部分がしっかりできてないとなかなか勝つのは難しいかなと思いました。 ま彼自身もまだ転校してきて間もなくてビーチバレーをする競技環境がねそこまで整ってないようだったんでビーチの練習もガツガツとできているわけではなかったので大会の1週間前に名古屋で4日ほど練習をする時間を作ってもらって僕もチームのスタッフを連れて行ったんですけどその4日あとはもうあとは大会当日かに。 まあ前日少し1時間ぐらい一緒にボール触ったんですけどだからまあ賞味5日か5日間の練習と試合ということでまあ彼とはゲーム形式の練習もしたことなかったんでまあその辺の準備不足がまだまだ準備できた部分かなとはね反省しております。もともとねビーチやってる選手キャリア長い選手で短い時間で調整するのはそこまで難しいことではねないかなと思うんですけど。 やっぱりキャリアが浅い選手とそうって作るいうのはなかなかかか難しかったですねその準備ができなかったことが一番悔やまれるのとあと僕自身のパフォーマンスとしては、まあ、ビーチバレージャパンが終わってからの1週間か翌1週間は回復するのにちょっと時間かかってしまったので、まあ、そこがちょっと何ん,んですかリカバリーに時間を使ってその強化という部分では自分を高める時間がなかったので、まあ、そこもね いい準備できななかかったかなとはね今反省をしております、まあ、とはいえビジュアルジャパンで、ね、あんな状況になっちゃったんでまあ通常時の体に戻すことに、まあ、時間を費やすの,のは致し方ないんですけど、まあ、とはいえ、まあ、強化が止まってしまうのでやっぱりああいうタフな試合でしっかり体が使えてない状態をこう。 あるマイナスのの部分の負荷か負荷の部分がこうかかりすぎちゃうと翌週翌週翌週と僕らの競技は毎週大会があることもざらにある競技レギュレーションなので、まあ、その中で戦い続ける勝ち続けるっていうのはなかなか難しいかなと思ったので、まあ、なんだかんだやっぱり体が資本という競技だなとフィジカルが優位に働くかなとはね思っておりますね今。まあ、次の大会に向けては 二週間空きますん、ね、で僕はしっかりまた体を作って名古屋大会に臨みたいなと思ってますね。準備の話はこんな感じですかね。でも試合の展開なんですけど僕が狙われたりするかなとはね計算には入ってたんでまあそこは計算通りではあったんですけど結構ね相手はね真ん中からとショートのサーブを結構多用してきてたんで。 まあそこの受け渡しが僕らがうまくいってない部分も多くてまあ点数サイドアウトの部分ではね点数取れなかったかなとは思っております、まあ、そこは相手が試合後者ですからましっかり疲れたしまあそこの部分のね相手がこういう風についてくるだろうな部分の僕らの対策とか準備が甘かったかなとはね反省してますね。うそうかなあと僕自身もねスパイク全部で3本アウトしてるのかな ゲームの中でレフトのクロスライトのクロスあとアングル1本、まあ、この1本がね本当に、まあ、点数的には21142112のゲームなんで結構あのワンサイドなんですけどやっぱり1点僕が取れてればね向こうもマイナス1でこっちもプラス1なんでやっぱゲームの流れとしては全然違うものになりますから、まあ、そこも。 点数取れるスキルとか、ま選択っすよね、がしっかりできないとゲームは勝ちきれないかなと思ってました。あとはね、ディフェンスが難しかったね。ディフェンス。ま僕もまあ後ろもやって、ディフェンスの部分のスキル上げてるんですけど、ブロックブロックがね、ちょっと難しそうですよね。勝岡が。まあブロックに関しては正直一緒に練習した時に話はできてなくて。 で僕の,そのブロックのベースの考え方っていうかなはあの本人にもね伝えさせてもらったんですけど本当に座学というか座上で話しながらちょっとボールも出して止めてもらったりしたんですけどそれぐらいしかできてなかったんでじゃ実際ゲームの中で相手にこういう攻撃したらこういうブロックが効果的なことが多いよっていう話はねほぼしてないからそこの部分がちょっとね僕後ろに立ってた時に。 前が何をするかっていうのが非常に大事だなっていうのは改めて思いました。本人も多分難しかったなと思うんすよ。多分止まると思ったボールが止まんなかったり、まあ、フェイクする場面は少なかったんであれですけどまあサイン的に止めてほしいボールも止まんない部分もあったんであそこは僕がやっぱ伝えれる力がなかったりとか、まあ、そこも事前の準備かなと思いましたね。まと勝岡も言ってたのがやっぱり後ろが難しいと。どのように守ったらい,いかが、ね、全然 イメージが湧かないし難しいってずっと言ってたんで、まあ、その部分も準備できたらなと思うしやっぱりインドアとはねやっぱ守備範囲の広さが尋常じゃないんでビーチの場合はだからそこはね、まあ、競技性もあるし、まあ、彼が今後鍛えていく必要があるかなと思った部分でもあるし僕自身もやっぱりビーチは特有だなっていうのはね改めて思いました。あとはね、まあ、白鳥さんが上手にショットを 打ってきててまあそれはうまいのは知ってるんでうまいことに対しては別に驚きはないんですけど、まあ、僕ら用に打ち分けてんなっていうのが印象的でしたね。まあマサはマサで、まあ、いい意味でいつも通りに、まあ、大阪大会とかの流れでねショットと強打とこう使い分けて点を取ってきてる感じは、まあ、ある意味イメージ通りだったんですけど。 うままく点数取られましたねサイドアウトで,で僕らのサーブもなかったんで圧をかけれないとディフェンスができないサーブ攻めれないサイドアウト取れないっていうとさすがにああいう点数になるかなっていう <laughs> まあ思いまししたたねねゲームが難しかっです、ね、頭は回ってないわけじゃなかったんでそんなにねこう入り込んではゲームしてなかったんですけど、まあ、糸口をどうやって見つけるかなっていうのは彼と話しながらやってて。 たただ簡単ではなかったです、ね、まあ僕も久しぶりでキャリアがない選手多分インドアから転向したばっかりの選手ってなると2013年の揚げ場さん以来だったんですけどアげ場さんと組んだ時はとはいえ準備期間はかなりあったんで一冬過ごしてるしやっぱそれと即席でインドアの選手やるのはなかなか難しいなと思いましたね。も、ま、も、あね、もともとそれも 分かっったた上での挑戦だったんでのだん別にめちゃめちゃ悲観的ではないんですけどもう少し多分あそこの BVT に行く前にサテライトとか公認大会とかそういう段階を踏んだ方がもしかしたら良かったかななんて思いますね。二か戦せん準備ができてないのがほんとでかいんで勝岡のね競技環境も僕いまいち分かりませんでしたからただビーチ転向しますってなってから。 本人とも一回電話した時に今のその今所属している会社の仕事の状況も聞いたりとかまあ愛知の環境もなんとなく分かってたんでまあこれぐらいの練習量だろうなと思ってで多分この練習量だと即席で行った時に箸にも棒にもだなと思ったんであの4日間時間作って名古屋に行くことを決めたんですけどまあそれ自体はまあ良かったと思ってて僕自身も。 あの名古屋の選手ともボールかわせましたしあのウルフドッグス名古屋を呼んでるスウェーデンコーチの下で指導を受けることもできましたしなんか準備僕さんの準備準備言ってますけど準備すごい大事だと思っててでその準備の中ではあの事前にに向こううう行っっっっててて過ごすっていい準備っていう選択は僕は僕間違ってなかったと思ってますただただあの勝つには至る準備ができなかったっていうのが一番の感想っすね。 いや悔しいもう,もうそうだなあまあできるとしたら1週間行って、まあ、そのまま名古屋に残って2週間一緒に練習してそのまま青森に入るぐらいの準備ができたらまた違う結果だったかもしれないですね。まあ、僕が今考えうれるのはそこかなただね X には書いたんですけどその名古屋でやった翌週、まあ、自分の練習やってる中で結構ボールコントロール良かったんですよ。 新しい感覚の中でで練習ができててでコーチのたかしともあの調子いいじゃんみたいな何変えたのみたいな感じで話をしてて、まあ、僕の中でそれこそ名古ルの練習もあったりしててこうボールをどうやって運ぶかをすごい考えてたんでその部分はね結構調子よくて特にサーブカットに関しては前と違う感覚ででできたんですよもちろんゲームになってあのスパイクを打たなきゃいけないとか。 どのサーブ飛んでくるか分かんない点数の兼ね合いもあるってな,なってくると、まあ、練習通りとはいかないんですけどそれでもね今までよりもサーブカットの質感というか出す場所ボールの高さに関しては結構コントロールできてる部分もあったんでそこ自体はね本当にビーチバレジャパン以降で2週間の中でもうフィジカル的な強化はできなかったとはいえ名古屋に行ってボール触ったり。 新潟でね高校生の指導をしたり、まあ、その部分では本当に自分の成長を感じておりますなんでまあただね僕はあの本当に <laughs> すぐにできると思うなっていうのはね自分に思ってますので実際ねそんな簡単に技術は習得できませんしそもそもね17年ビーチバレーボールやってるやつがそんな一瞬で変わるわけないんですよなので、まあ、今感覚のいい特にパスに関しての部分を あと2週間しっかり磨いて次の名古屋大会に臨んでいけたらいいかなと思ってますねあの本当にね多分期待してくれた人もいっぱいいるんですよさっきも話したんですけど大衆はねおそらくさすがに転校して通過するのは無理じゃないかなと思ってたと思うんですけどまとはいえそれ覆したいじゃないですか僕としてはもちろんね僕は逆の立場で転校してきた選手を迎える 大変申し訳ないんですけど、機材トラブルで、ここから音取れてません。なので、ちょっとアフレコで入れさせてもらいます。まあ、何が言いたいかっていうと、もうとにかく、勝ちたかったって話でした。<laughs> ちょっと僕も何話したかも覚えてないんで、まあ、次に向けて頑張っていきたいと思います。で次の大会は、名古屋大会になりますので、 アケバさんと出場するので、2週間しっかり準備をして、試合に向けて積み重ねていきます。で、ぜひね、会場に遊びに来てください。名古屋素晴らしい会場ですし、ちょっとアケバさんと多分出れる試合がもう限られてきてるんですよ。で、名古屋とお台場に関しては出れるんですけど、それ以降はちょっとあの未定ですので、 もしかしたら、あの、長谷川と揚げ場のチームを見れるのは最後かもしれないので、ぜひとも会場に我々の応援に来て一緒に盛り上がれたらいいかなと思っております。あの、本当に機材トラブル <laughs>、本当申し訳ないです。あの、僕一発撮りにこだわってるんで、ちょっと今回はこちらのアフレコで対応させていただきましたので、ご了承ください。今日の動画は以上になります。今日の動画がいいと思った方はぜひとも、 高評価とチャンネル登録よろししくお願いしますでプレイに関しての質問だったり試合の感想で今日のこの動画の感想激励かつもお待ちしておりますのでぜひコメント欄よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたではまた